お父さん、絶対におかしいって。なあなあなあ、落ち着け。な。おかしいって。ねえ、目を覚ましてよ。目を覚ますのはあなたの方よ。これからどうするか考えなきゃいけないんだぞ。お腹空いたね。食べようか。食べようよ。腹減った。飯食おう。いただきます。いただきます。おお、唐揚げすげえ。あなたが好きだからね、いっぱい作ってから食べてね。楽しいか。うん、楽しい。お友達できた？いっぱいできた。いっぱいできた。よかったね。何して遊んでますか？ドッジボールです。ドッジボールか。強いんだよって。本当？でも当たったら痛いでしょ？ね。当たんないもんな。当たんない。逃げてばっかり。いやいや。受け止めるんだって。もうそれもすごいよね、あれね。足速いでしょ。運動神経いいみたいよ。誰に？うるさい。狂ってるよ。人が死んでんだよ。あなたにはあれが人に見えたのね。え？あら、すごい。始まったのね。まずいな、早く見つけないと。おじいちゃん、大丈夫？大丈夫よ。ちょっと具合が悪いだけだからね。お姉ちゃんがきっと治してくれるから。そう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 。あなたのせいでこうなったんだから、早く次を見つけてきなさい。ごめんね、私たち年寄りのために若い人たちが犠牲になって。え？今は幸せ？あんたみたいな子がおると迷惑なんよね。迷惑？何してんの？誰か止めてよ、止めて！この人のおかげで私たちの幸せが成り立ってるの。え？誰かを救いたい的な。ごめん。じゃあ俺のことも救ってくれよ。本当にあなたのことを思ってるの。地球上の幸せには限りがあるの。子供は子供らしく子供を演じてればいいのよ。逃げたって無駄よ。どこの世界も同じなんだから。何幸せそうな顔してんの。皆に幸あれ。